いけるか、これ。あ、いい取っちゃったよ。あ、いや。そしてリズムだ。サモナーズリフトへようこそ。ミニオン出撃まであと30秒。ザヤに会いてえな。あ、すごいなこれ。何もできねえ。あっちから行くのか。じゃあ俺は何もできねえな。咳が。待ってね。ミニオンが出撃しました。危ねえのは魔法。俺はパーティーに来ただけさ。ん？これあれだな。俺一人か。きついな。あ、ないね。あいつら、俺を捕まえられると思ってるのか？これどうしようかな。耐えろと言われても耐えれないと思う。あいつら俺の魅力を理解してねえな。ふざけんな。あー、これ何もできねえ俺。マジで何もできん。いや無理だなこれ。俺は止まんねえぜ。これ無理だ。この瞬間を楽しもう。無理。何もできん。これ無理です。経験値いくしかないか。やべえ、何しに来たか忘れちまった。しました。ナイス。どうなるかと思ったけどやれるじゃん。ヨネがボットか。ここを焼き尽くすだろ。で直すのを手伝うだろ。そうせまた焼き尽くせるってわけだぜ。さあ行くぞ。ハニー。ボットヨネ、ミッド、ベルコズ、ガングラム。マーキュリでいいか。マーキュリでいいか。わからん。あ、いや、行こう。あいつらの度肝を抜いてやるぜ。待ったな。ポイシ。ごめんごめん、遅くなった。俺みたいなムーブ、申し訳ない。見たことねえだろうな。お。鋼の壁を。抑え。どうだ。ああ、喉いけ。やばい時ほど、俺は大胆になれる。惜しい。それは運命なんだ。はい。まずい。まずいね。はい。俺たちを鳥籠に入れようってか。お断りだ。
あー危なっ。4人についていこう。味方が倒されました。辛い時こそ落ち込むのをやめてゴージャスに振る舞うんだ。本当だぜ。貫くは風、つわりを断つ。俺ら射程がないからな、きついよな。見て、大丈夫か。いい？俺のマントがどんなに活かしてるか、みんな気づいてねえのかな。マジで？いてー、うん、大丈夫大丈夫、これは大丈夫。俺の名を刻んでやるぜ。これミッドいけるんじゃ？いけんか。味方が倒されました。いけない、いけなかった。大切なのは今、それだけさ。穴水が、当たんね。この世界すべてに愛されてるのさ。俺は永遠に生き続けるのさ。何回取られてもいいと思うけど。いや、これあれだ。その怒りが人間に見えねえだけだ。ワードかまんといかん。天地堂がやられてる。ジャングル分かってる。ミッドも負けてんのか。ああ、ボット分かってる。合ってるけどって感じかな。失敗が取れてないから。いて、危なっ。危ねえ、危ねえっぺ。これいける？マジ死ぬ。うわー負けた。倒されました。タワーダメージ食らっちゃった。まあまあまあ、ボットにヒルが入ったのはいいんじゃない。でけえことやってやろうぜ。喉がいて。
ジャングルがめっちゃ強いな。あ、敵を倒しました。よくないな。なんだよあそこの森。これ。一線を越え続ける男、それが俺さ。挟める。Ladies and gentlemen、俺様の登場だ。楽しませてくれ。お前が。ナイス。アムムがめっちゃ見てくれてる。ありがてー。ナイス。これ下がるか。敵を倒しました。いいね。隣り合わせってね。入っていいっすか自分。いいね。ナイス。あーダメ。力尽きました。通り通り。俺たちの種族は山の上で炎の量。キリングスクリーン。味方が倒されました。あいつらが見たこともないムーブ見せてやろうぜ。タワープレートが間もなく破壊されます。アムームがここ、これ行ってやらんか。無理か。スタイルもムーブも完璧。本番行くぜ。味方がタワーを破壊しました。ほら、ダンスこれちょっと。闇を恐れる、魔法を恐れる。俺がいた場所。これやな。超える超える超える。真実は多くの言葉を必要とはしない。味方のタワーが破壊されました。味方が倒されました。俺のマントはちゃんとあるね。何したかと思った。味方が倒されました。
B の使い方が全然わかんねえ。移動するだけじゃねえのかな。はい、これでとりあえずこいつやろう。ナイス。これミニオン処理するわ。めっちゃいるな。味方がタワーを破壊しました。やべえ、取れねえ。これはあいつのためさ。あいつのためなら何だってやれる。誰か CS を取ってくれ。この CS 取れねえ。これ誰か CS 取ってくれ。このわしは取っていいのか。イラオいるよ。イラオいるって。まあいいや。乗ってくかい。ねえ、抱っこしてほしい。レディアントバーチできた。喉開け。ヨネがめっちゃ帰ってこんのやけど。カギ、カグ、カグリ、カグリヨング、ジュン。ボット、育児放棄された、育児、俺が育児をするんだけど、育てる相手がいねえんだけど、どうしたらいいんだ。どうしたらいいの。あ、いいけど。え、俺いいね、これ。トイレ。痛い。敵のキリングスプリン。ちゃんと俺の生きてるところがみんなに見えてるか。いやー、ムービーですね。今できません。うん、もうちょい上げていかねえと。オッケー、ワンツーワンツー、オッケー。ワックスがいなくね。俺は刹那に生きる。喉が痛え。味方がタワーを破壊しました。俺様の登場だ。画面固定じゃねえと。あ、でもサモリフは画面固定だとやりにくいな。世界は広い。何一つ見逃さ。アラムだとこんな地図展開しねえから余裕だったんだけど。いいか。殺したいんじゃない。
ミュージックを聞かせたいのさ。じゃあ意識。味方のタワーが破壊されました。敵を倒しました。あわねえチンジドド。敵を倒しました。ずれちゃったな。魔法がない。俺が子供もダブルやるのと、チンジドの、なんだ、背負い投げか、あれ。ちょっと、行きまーす。あ、もう終わったか。さすがに。ごめん、遅かったわ。これ取りな。俺様どう暴れてやろうかな。はい。あむむうめえな。ねえ、抱っこしてほしい。イラオイがめっちゃ強いのか。俺のダンスを見ればあいつらもわかるだろうよ。タイムマシン。そして怒りがな。分からん。味方がタワーを破壊しました。とりあえず視界取ってきゃいいだろう。あー、赤ワードが取れねえ。赤ワード変えないから。シュパーティー会場はここかい。痛い。俺がちょっと引っかかるか。逃げたんだけど。あー、危ないよ。俺ってほんと最高。自分にキスしたい。バレたね。マクロがやばい。破壊されました。はちゃめちゃじゃなきゃパーティーとは言えねえな。見て。あ、危ない。きついか、ちょっときついか。危ない。敵を倒しました。ナイス、ダブルキル。ナイス。アムーちゃんいいね。あ、むむ、あ、むむ、あ、むむ、これアムム行くべきだろう。アムム応援団行くぞ。味方がインヒビターを破壊しました。よくね。あ、むむ、いいね。真ん中空いたから。はい。オーケーやな。奴らに見せてやろうぜ。燃え上がらせてやろうぜ。これあれじゃね？バロン行っていいんじゃね？これ良くないのか。リデンプションとか買うか。俺の輝きはゴールドにダイヤモンド。ほう。バロンやるよってアムが言ってる。バロンやろう。ここらの森を見てみる。自由。これ近い取るわ。そしてミュージックが聞こえるぜ。聞こえるな。やべ、ごめん、俺殴っちゃった。ただ俺行くわ。いやでも、
ヨネがやってくれてるから。いけ。ナイス、ナイス。いいね。あ、残ります。すいません。どうしますか。みんなで戻らないと。みんなで戻って。わあ、俺1年ぶりぐらいにバロン取ったな。久しぶりにバロン取った。アラムにはないとこだな。うわ、俺これ。敵を倒しました。人間は約束について話す。そして俺たちはあいつらの嘘について話す。ナイス。あみ。ジャングルギャップ GG じゃねえこれ。ジャングルがうまいのマジで。あ、それは良くないか。みんなうまい。あったけーこのチーム。この曲か。欲しいのは自由だ。あ、うめえ。いや、これバロン取ってるから。まあそうか、4匹目ん4匹目が強いんだっけ。マウンテンドラゴンいけるっしょ。俺たちの魔法は怒りだ。この歌には抗えねえのさ。もうこれミッドよくね。ミッドでよくないですか自分。出てまず。いてー、まずいまずい。いてーよー、いてーよー。ナイスー。いてー、おしっこいきてー。人間は俺たちを理解できない。歌を聞かない限り素敵よ。田中うめえな。あ、これこれこれ、なんか復活したっぽい。上ら、上行こうぜ、上行こう、これ行こう、これ行こう。味方がタワーを破壊します。これは止まんねえぜ。ナイスえ、やべえの来てる、やべえの来てる。味方がインヒビターを破壊しました。シャットダウン。レジェンダリー。ダメだ、ダメ、みんな死んだ。俺は逃げるよ。シャットダウン。危ねえ。ジャングル荒らして帰ろうぜ。ねえ、抱っこしてほしい。始めますか。
してほしい。ちょっと待っとる。わからん。おすすめの誓ってみるか。わからんな。誓ってみよう。安全な魔法なんてあるわけねえだろ。誰守るか。あ、一応ボットはヨネなんだけど、ヨネもうどっか行っちゃうんだよな。合わせやすいのはアムムなんだけど、アムム行こうか。見た目もバッチリ、気分も上々。さあぶちかまそうか。誓い取るよ。人間にとって魔法は火みたいなものらしいが、敵を倒しました。俺のダンスって死人が出るほど最高だ。よし、これ一気に行ってよくね。これ言ってよくね。味方がタワーを破壊しました。かかってきな。敵を倒しました。ゴッドライク。ちょいとヤバそうだろ。ダブルキル、ま、なんとかなんだろ。アドリブで。ヨネが強い。終わらして、終わらそうぜ。かわいそうだ。かかってきな。いけいけ。まずい、守れ。人間は戦いっていうのは。レジェンダリー。味方がタワーを破壊しました。よし、行こう。味方がインヒビターを破壊しました。いやー、さっきはボコ負けだったけどよかったら。わあ、むむ。どこでもオプション、待ち時間も長くなるんですよ。苦手。疲れた。おしっこしていく。よし。ミッドサポでやるか。
お、ごめん。はい、ありがとうございました。春風さんか。ああ、そうだね。ちょっとごめん。そうだね。よければ、やろうか。俺も、下手くそだけど、いいかな。遅くなっちゃったの、返すのが。これでいいかな。あ、フレンド来た。ちょっと待ってね。フレンド、ありがとう。これでいいか。これどうやって一緒に、入ればいいのか、こうやって。あ、入った。よろしくお願いします。あ、違う。よろしくです。さっきね、なんか、初めてその、クイックなんちゃらにしたら、俺トップでやるつもりだったのに、なんかボットになっちゃってさ、ボットとトップのマーク間違ってて、ボット、加算ってやっちゃったな。で、ボコられた。で、また、トップとサポートしたら、なんかサポートでうまくいったけど、今度はサポートでやろうと思って。ディスコードで話しながら、ああ、いいね。そうっすね。じゃあディスコード、ちょっと待ってね。ディスコード。あ、配信されてる方だったんだ。あ、自分も配信してます。よろしくお願いします。じゃあ、ちょっと待ってね。ディスコード。そうだね。話しながらやろうか。あ、アズムか。ああ、うまか、いや、うまいなと思ったんだよね。ああ、月国さんも来てる。サモリック初めて、うん。いや、俺、アラムしかしたことなかったじゃん。最初に、なんだっけ。ごめん。入れてなかったね。だから、サモリクやりたくなってね。これ、どうしたらいいんだ？ディスコードの、なんか番号かなんか貼ればいいのかな？これあんまりディスコードでその人と一緒にやったことがないから、ディスコードの番号を教えればいいのかな、詳しい方。俺は全然ね喋っていいんだけどね。はず、はる、はるかぜ、はずかれで移動っていう名前。はるかぜさん、よろしくお願いします。なんかいろいろ今日は配信が、ごめんね、ちょっと初めてのことなんでね、いつもアラームでやってたからよく分かってないが、わっめっちゃ強い人いるんだけど、あ、いや、とりあえずちょっとごめん、ディスコードよく分かんねえからこれでやってもいいっすか？すいません。まあ、アラムはやってたんで、チャンピオンはわかるんですけど、サモナーズリフトが、動きがよくわからんので、その、なんて言ったらいいのかな。マクロ的なことは多分わかんないっす。だから、さっきもアムムがうまいなと思ったから、とりあえずついていって、まあ、それで何とかなった。あ、ディスコード。これに入ればいいかな。ありがとう。ちょっとね、やっぱ、本気で戦って打下線見てやりたくなったよね。これもサモナーズリフト。これに入ればいいのか。OK。サモナーズリフトへようこそ。入った。で、
じゃあ、こっちに入ればいいか。聞こえますか。ミニオン出撃まで。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。鎧が守って。はい。大丈夫です、大丈夫です。はい。ああ、なるほど。よろしくお願いします。はい。はい。そうっすね。ありがとうございます。この戦いを終わらせる。できるのは私だけだから。ミニオンが出撃しました。ああ、なるほど。自分はちょっとあの、奴隷配信はアラムはやってたんですけど、まあ他のゲームばっかやってて、まあちょっと、あの、まあアラムばっかやってて、その、なんだろうな、ザカス見て、なんかやりたくなって、サムナーズリ、最初サムナーズリクと言ったんですけど、なんかボコられて、なんかラン、すぐ、なんかレベル30かなんかになって、ランク戦回せるようになったらランク戦行った方がいいよって言われたんですけど、なんか、まあ、その通りに行ったらめっちゃボコられてアンインストールプリーズって言われた。はい、鎧がいるわね。はい、ファーストブラッド。はい、レベル2000。私はアカデミーを生き抜いたけど、教師たちもあんまり取らんほうがいいらしい。この、はい、はい、レベル2。はい、私を邪魔した奴らはみんな怪我したか死んだわ。今ハウル、ルチャいけますけどね、俺も。ああ、ちょっと良くないな。心を鍛える。強く。壊れない。敵を倒しました。ナイス。ナイス。惜しい。いや。あれ、なんか、幅入られましたね、なんか。前に行っちゃったな。ラックスが、うん。そう。あれがよくわからんす。あら、ヌヌが来るって。友なんて邪魔なだけ。じゃあ、俺が入った方がいいっすよね。これがギリギリまで俺が受けて逃げる。あー、食らっちゃった。あー、スパイダー。まあまあまあ、敵を倒しました。戦うのは亡くなった人たちのため。まあまあ、そうっすね。いやー、タワーダイブできねー。あー、初めてアラムじゃタワーダイブなんかあんましないから。うん、これヌヌも結構あれかな、経験者の人かな。タワーダイブなんかしないもんな普通。黒バラ団は友から魔力を奪い、私に注ぎ込んだ。そんなやり方絶対に許さない。はい、はい、あ、はい、わかりました。俺は、あ、はい、敵を倒しました。はい、ああ、そっか。私に傷をつけられたらご褒美に頭をかち割ってあげる。にやることないから。ああ、骨は折れるし人は嘘をつく。でも鋼は裏切る。はい、
押さないように。ああ。出て。はい。ああ、ごめん。取れなかった。すみません。これねー。いた見に行ったらいいです。弱い者が戦わされ、強い者が生き残る。敵を倒しました。ノクセスをねじ曲げて。壊れるまで。敵を倒しました。今まで画面固定でやってたから、サマナーズリフトに来て初めてこう画面固定を卒業しようと思ってはいるんですけど、なかなか、はい、下がります。はい。信頼はお金じゃ買えない。はい、これが殴ってればよかったな。クロバラダは私を武器として育てた。いえいえ、やべ、これが私。ごめん。よし、ナイスベイト、ナイスベイト。ダメか。いけ。いやー、まあでもやれる、やれたらプラス。ナイス。ナイス。鉄。それとも血。誰にも邪魔はさせない。ああ、ガンク耐性がマジでないっすね。ガンク。一回取っとかんとわかんねえな、うん、そうっすね。あー注意、ちょっと下がらん。キリングスプリー。ノクサス人なんて自分たちが考えるような英雄じゃない。ドラゴンやるのかな。そうっすね。え、マルファイトが、ああ、これがフェロマンシー。マルファイトが来たな。ああ、変わったんかな。ああ、嫌になった。クロバラ団が私にしたことをノクサスは知っていた。はいはい。あ、キャノンとか取るんですよね。はい。前衛とキャノンユース。はい。友なんて邪魔なだけ。敵を倒しました。ありがとう。いい運動になった。だいぶ嫌になってるのはまだかな。なんかめちゃくちゃな。はい。あ、プレッシャーだけかけます。ああ。パワーダメージ。はい。あ、はい。あ、押してる間に感じ。これがフェロマンシー、鋼を操る術。ああ。
またダイブするって言ってるけど、ビーゴに絡まれてる。あそこ行ってきます。あーないっすか。自分たちの考えるような英雄じゃない。壊すなら人間よりも奇跡。ただ霊園はあるわ。これやられる？いや、これいけるな。アンストッパブル。ダーティー信じられるかも。この戦いを終わらせる。できるのは私だけだから。はーい。いやー最初そのランク戦でアンインストールしろとか言われてトラウマができてアラームに引っ込んだんですけど、あれが分からんすよ。あの殴るべきなんだろうな、その CS 取るのになんか手伝った方がいい場合によりきるって言われたけど、あれがちょっとよく分からんので、それが分からんで、ちょっと結構多分ボットの人に怒られたから、おかしいっすかね。許さない絶対に。ああ、ゴッドライクダブルキル。はいはい、あ、なるほど。私はアカデミーを生き抜いたけど、教師たちはダメだったわね。押していいのか。私に傷をつけられたら、ドミネーティング。頭をかち割ってあげる。レジェンダリー。一人でやれるから。何だこれ。あ、危ないか。あー、終わった。サモナーが退場しました。ナイス。DG。すみません、ちょっと。ディスコードの音が乗ってないんで、ちょっと、設定をやります。はい、これでいけるか。じゃあ、すいません。おい。これ乗ってるかな？ダメージが全然出てない。よし。難しいなぁ。いや、難しいです、ね。難しいっすよね。かな。まあ、一応、ブロンズ、シルバー付近のランク帯で、はい、ランク帯で、はい。そう、やってはいますけど。ああ。え、これ、その、最初の30レベルまでって、はい、その、大体その、ブロンズ、シルバー帯ぐらいのあれなんですか？それでも、アイアン。正直、今、11レベルだと、
1人で入った時はあ、まあ、アイアンぐらい4とかのレベルかなっていう感覚で、今の試合も正直対面、まあ、初心者、どっちかというと初心者っていう部類かなと。まあヌヌはどうだろうな、ブロンズとかのブロンズシルバーとかのサブアカの人とか。あ、取られるのかな。ランク戦がその最初になんだろう、ゴールドとかなんか結構高めの人と当たるじゃないですか、振り分け戦みたいなので。ああ、まあシルバー、シルバーぐらいの人をあの町に入れられるんで最初。それがちょっとな、やりなんかやろうやろう思ってたけど、なかなか戻れなくてサムナースリフトに。アラムの居心地が良すぎてずっとそっちでやってました。そうです、ね、だからチャンピオンとそのスキルとかは結構そこで覚えたんですけど、うん、さっきみたいにその なんていうんですかね、 CS をこの時にその手伝った方がいいとか殴った方がいいとか、そういうのがよくわからんし、レリックとかもなんかあんまり理解する前に逃げちゃったからあれっすね。ああ、なるほど。今思えば結構その時の反省で、そのレルとかあのなんていうんですかね、その硬い系のチャンプをやってるんですけど、なんかメイジをやってたんですよね、最初。そのザイラとかラックスとか。メイジ系はマジで。だから味方の CS 取っちゃうこともあるし。取るんですよ。でなんならそれ取っ普通と思ってたから。なんかあ、なるほどね。それで多分怒られたんじゃないかなって今思えば。その時はなんでこんな怒ってんのかなってずっとアテナマークで。その味方の ADC が何かによるんですよ、ね、まず最初に。味方の ADC がケイトリンとかだったら、むしろそういうメイジ系でプッシュして、もうプッシュより敵のタワーにもうミニオンを押し付けてる状態で、まあ、タワーのプレート取ってプラスハラスしてみたいなのが強いんですよね。逆に、例えばザヤとか射程短い系のチャンピオンの場合ってプッシュしても何も圧が出せないんですよね。あCS 取ってる間に逆にハラスされてみたいな、そういうガンク来てみたいなってやると有利が取れない。やっぱ引いた方がいいんですかね。ミニオンが出撃しました。場合によりきりですけどね、もちろん対面特に負けてる時にプッシュしたらもうガンク刺されたらもう終わるし、壊すなら人間よりも規則、逆に引いてることによって味方が、味方のジャングラーがガンクに来れたりとかするわけだし、だ敵のジャングラーの位置予測ができるんだったら、敵のジャングラーがボットサイドにいるときは引いてて、で敵のジャングラーがトップサイドにいるんだったら押してたりとか、このタイミングで本当は敵のジャングルがどっちにいるかっていうのが分かりたいんだけど、これ多分トップスタートなのかなぐらいの感じです。でこれ2レベは先行取られちゃうんで戦いたくないですね、できれば。で、このシジルには思い出がある。最悪のね、これ下がっていいですか、はい、もっと下がって。逆にこれ体力有利取ってるんで、最後まで戦う。これは死んだみんなのバーストブラック。出るか、キャッチできます。あー、いや、ダブルがある。あー、戻ってくる、はい、戻ってくる。いけ、これでカノンと。黒バラ団は私を武器として育てる。よし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 。これが私。で、
このタイミングでできればワードを差しにもらって、はい、今またさっき刺しちゃったんでここに。なるほど。30秒ちょっと。これキャッチされたら危ない、まずいかもしれないんで。思い出なんて。帰りコールしたはい感はあるけどどうだろうな。いや後しか私だけだから出てきますかね。買ってないんで。ごめん行き過ぎた。よし、まあまあもうこれで後はもう前出てこれなくなってんで、はい、ケインいるな。なんかああ上いいよ。大丈夫大丈夫大丈夫。ナイス。ああ、まあまあまあ、まあ、味方が倒されました。まだないんだ。僕ね味方イベリンか。まあでも2キル対1キルで、ね、あジャングルが来ちゃったけど、まあまあまあボットは勝ってますもんね今、うん、この状況で。なおかつ今こっちのウェブの方が少なくて、はい、ルウェブになってるんですよ。はい、これをウェブを止めれば、いいか。ブルーウェーブっていうのは、あれですよね、こう、下がってるウェーブってことですか。そうですね、ここで今、フリーズしたんで、チンプが乾いた。ここで今、敵が、心を鍛えるの、強く、壊れないように。いますけど、狙い通り敵を倒しました。敵バルストのしなんでタワーダイブはできないんで。許さない。それそのこの時はタワーダイブできる、この時はタワーダイブできないっていうのもやっぱもう、はい、チャンピオンのスキルのあります、ね、あれしか。ああそうですか。これがバルスが6レベルになってたら、まあ、ワンチャンあウルトがあるかな。私はアカデミーで出て、はい、たちはダメだったわね。でこれ今ウェーブのプッシュ主導権こっちにないんで一回リセットします。はい、人は嘘。トラップ。いける？もしかして。敵を倒しました。ゴミクズにしてあげる。これは倒してもらいます。ナイス。おお。いやー。来てる。ダメ。まずい。アラームと違って緊張する。まずい。ああ、すいません。ミニオンシャワー食らっちゃった。勝利できたっすね、これが。これ、あれ見に行こうよ。逃げちゃった。あ、まあ、はい。鎧を守ってくれる。ああ、そうか。あの体力じゃ、ドラゴンはできんか。はい、戻ります。基本サポートっても会える時はコントロールワード持っとった方がいいっすよね。一個ぐらいかはあった方がいいですね。イブリンがそこで待機してるのであればこれガンクしああ、なるほど。なんだけど。ブッシュに、ハードが、黒バラだな。さっき俺が見たから、多分ないんですけど。なんか変なブルト打っちゃったな。
ウルトが全エミに置いてあってました、はい、えっなんです味方が倒されました。ナイス。あ、これ逃げた。やべ、やべ、あぶねえ、時計伏せた。ああ、まあ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 。誰にも邪魔をかけない。絶対に。味方が倒されました。で、ドラゴンスか。ああ。俺は下がった方がいいのか、こういう時は。お金もらえるから。あ、そういうのもあるんですよね。そうですね。イブリン3つなんだ。今気づいたけど。初めて見るな。イブリンのミット。一回戻り。これ一回自分にこう。はい、自分戻ります。ああ、ただこれ。ここ今いましたね。ここ。あ、タワーゴールドもらえなかった。取ります。多分ここに、ここら辺に今いると思う。そうですね。新聞集。黒バラ団が私にしたこと。ノクサスは知っていた。これ、はいはい、ミッド負けてる、あ、ミッド？あ、ミッドか。ミッド負けてる、ポップがちょっと勝ってるか。で、うち、ボットが勝ってるから、なるべく、その、アルカゼさんを使って、戦闘する感じですよね。なるべく。なるべく。これあんまり行くと俺がキャッチされるんで。はい。多分、ケインがいるのバレてそうだし。あ、これドラ、ドラ行きたいけど。ノクサスをねじ曲げたのタワーが破壊されました。あ、行けるか。敵のキリングスプリー、なんかすごい音が。許さないだって絶対完璧ね。すいません、なんかもしかしたらなんかあってんのかな、ちょっと全然画面が見えてないです。すいません、申し訳ない。放送出て出て一回下がった方がいい。はい、すいません。人を信じるならもっと鎧がいるわね。配信画面がちょっと見えてないから。ああ、なるほど。なんか船さんがなんかしてくれたの申し訳ない。見れてねえや。なんか俺の方の配信がなんか音がすごいことになってるっぽくて。あ、そうなんだ。後で調整したい。はい、あ、いいっすよいいっすよ全然。なんかすごい、あの、自分で確認してみたら雑音がすごくて。ああ、じゃあ俺のこのディスコードの設定とかよくわかんねえから。あ、自分が聞いてることは問題ないんですけど。誰にも邪魔はさせない。多分マイクの設定かな。絶対に。やべ。味方がタワーを破壊しました。ああ、じ、いやー、クラッシュ切れないわ、これは。あいたー。やられちゃったー。敵のランページ。まあまあ、これはしょうがない。しょうがないですね。まあその分ミッドが折れるから。折れんか、まだまだかかりそう。全然あのイブリンレーナーじゃないので。ああ、これあれか、ジャングルかぶったから取り合いでってことか。いや、でもクイックだから、あのレーンは私に傷をつけられたらご褒美に頭をかち割った。なんでこれ
計持ってんだろう。今持ってる。いや、なんで時計、なんで時計持ってんだろう。俺も時計なんで持ってるのか。時計使った。ああ、うん。なんでビルで持ってんだろう。いや、俺も思いましたもん今。あれ、俺なんで時計持ってんの。ああ、これ多分ルーンかなんかで持ってるのかな。多分ルーンのパーフェクトタイミングが積んであるんだろうけど。なんでる、うん。タイミング、あ、なんかいるわ。待て、待て。あんま行かない方がいいか。すいません。こっちだ。ああ、申し訳ねえ。ごめんごめん。いや、俺が見てたよ。いや、ウルトあるよな、そりゃ。やっぱケインが、行ってくれ。あ、まあケインがいれば。俺が逃げる。ナイス。一人でやれるから。近寄ろう。危ねえ危ねえ。味方のイブリンが、そうっすね。トレーナーじゃないので、ミッドレーナーだけど。そうだな。なんか、ケインが結構トップ見てるから。どうすんだ。あー、タワープレートなくなっちゃったか。これなんか、おかしくなったな。ビルドが。この戦いを終わらせる。できるのは私だけだから。これ、俺ここにいるけど怖いんだよな、すごい。だ。あー、ごめん。下がってきてる。いえ。オイル。あ、ケイン来るな。あー、申し訳ねえ。まあまあ、しゃあない。いけるか。あー、やばい。やべえ。囲まれた。倒されました。お前でーす。これきついな。じゃあ兄が。そうっすよね。兄が育ってて、あ、こんにちは。ドルを気に入ってありがとうございます。アイニさん、はい、ありがとうございます。ね、ちょっと待ってね。棒読みちゃんが切れちゃってるな。後で付け直します。申し訳ね。友なんて邪魔なだけ。味方のタワーが破壊されました。ありがとうございます。初めてのコメント。ええ。ヘイのシャットダウンが入った。ああ、そこいますね。戦うのは亡くなった人たちに。ないか。ただ単に戦いたいだけの敵なの。落ちる？ケインかなんかいるんじゃない？あー、ケイントップいったわ。あ、ホイールは。味方が倒されました。私を邪魔した奴らはみんな怪我したか死んだわ。大読みちゃんをちょっとつけ直すんで、少々お待ちを。いってー。ケイン来てる。はい。自分たちの考えるような英雄じゃない。これ多分また下がったけど、兄が狙われてるんで、上側のジャングルに入ります。はい。上ジャングル入って、多分から来てるんで。弱い者が戦わされ、強い者が生き残る。なるほど。これ下の方もうほとんど何そうなんですよ、ここに行って。ああ、すいません、倒されました。お前です。ああ、隠れてた。そうなんですよ、あそこにいたんで9で先に打ったんですけど、いや今のちょっと強いに近づきすぎたなですね。いや、この下になんかここも全部取られてるっていうのは分かってたから、行くならあれか、一緒に行かんすぎる。まあ行くとしたらケインも同時かな。
3人はいるのを確定してたんで2対3の状態じゃないですか、はい、今の。なんでもう行ったらやられるっていう頭でいないといけなかったです、ね、邪魔しないで。うん、先に行った方がいいよな。全員が来てくれないと勝手にしろ取り切りはできないのと、これがフェロマンシー鋼を操る術。ミッド押されてる状態であんまり行きたくないんですよね本当は。終わる。味方のタワーが破壊されました。いってこれ。これどうしたらいいかわからん。厳しいですね。ちょっとこれ兄と。剣が強すぎる。あ、めちゃめちゃ痛え。変えられない。どちらかというと、3対4とかになってるので、人数不利が常にあるんですよね。まあ、ごめんなさい、イブリンはいないものとして考えてみましょう。信頼はお金じゃ買えない。イブリンはもう、1コアすらできてない状態ではあるので、今。いてて。私はアカデミーを生き抜いたけど。おえー。どこいるかな。でワードを森に刺したいっすね、森の中。はい。ただ、さっきの兄みたいになんか来そうだから。ピンクワードあれば。はい。ピンクワードも。壊すなら人間よりも。あ、この赤ワードを回します。でこれ多分兄の頭の上の4つ目光ってるんで、あれ、はい、ウルトで飛んできて、スタン入ってっていう痛いコンボが来るので、いやー、ケインに取られるな。破壊されました。みんな怪我した、死んだわ。あ、ここに剣が。あ、ここいる。あ、下がっていく。はい。ダメだ。いやー、そう。これ、とりあえず。あー。あの、イブリンは、敵のダブルキル。ゼロと考えてます。で育ってる2人対タンクと ADC なんで、まあこれは今のどう、もう近づいてきていたから俺が下がるべきだったか。自分ここら辺にいたじゃないですか。はい。なんでもう下がってよかったんですけど、ここで止めに行っちゃったんで、はい、それを自分がフォローする入る行く感じで、まあ結局捕まったって感じだったんで。なしてね、まあ俺も俺で今のはもう見捨てて下がればよかったしっていうところで、集団戦というものができないと思うので、この相手の構成対こっちの構成で。オッケー、下がれていって。あ、いや、バロンでリコールしてるんで今すぐ下がる必要はないんですよね、これ。あ、赤バフもらいたいんでちょっと離れてもらいたいかも、はい、今あれでしょ、なんか赤バフ2つもらえるんでしょ。 あ、俺死んだな。敵のアンストッパブル。危ねえ。敵のダブルキル。
方だ。ああ、兄がイグゾス持ってるんだ。味方が倒されました。逃げれるかな。さっさとして。ちょっと兄が育ちすぎてますね。ああ。あれ、なんか音な直す、はいはい、直すって言ってたじゃないですか。あ、やっていいっすよ。ディフィート配信の方の、ちょっと俺もなんか棒読みちゃんがついてないんでちょっと付け直します。ごめんね、ちょっとコメント読めなかったね。ありがとうございます、アイネさん。いやー、久しぶりにやって、今、春風さんって方が一緒に来てくれてるんで。ディスコードがあんまり使い慣れてねえからなぁ。ミュート。これミュートも、あれだなぁ。どうやってやる？なんかボタン一つで変えれるようにしてきてるなぁ。これでいいか。それで一応ついたかね。翻訳ごめんなさい、ちょっと今ミュート中で、あとミュート配信リスナーに話しかけるときはディスコードミュートにして、話すてるときはミュートをちょっとボタン一つでできるように。あ、はーい、待ってくださいね。あ、はい、大丈夫です。大、あ、ちょっと待って、あ、なったなったなった。なったなったでしょ。あ、違う、なってないなってない。なって、あ、これか。はい、すいません、すいません、すいませんね、お待たせしました。もうちょっとお待ちください。はい、いや、相手が強いかった。うん、だから、おかしいな。自分の配信の方での体が消えてしまったので大丈夫ですか。で、今直してます。はい、はい、ディスコ、どっちかというとディスコードの設定がまあわかんねえな。なんかおかしいな。でもおかしいですか。俺が見ましょうか、そっちの配信。あいね、こんばんは。こんばんは、あいねさん、こんばんは。ちょっとぼよみちゃんつけたんで、これでコメント拾えるようになった。ありがとうございます。いやー、むずいっすね、サムナーズリフト。多分これでいけます。あー、多分、多分ですけど。ぼよみ死んでましたね。リアさん、こんにちは。リア、だから反応がなかったのか。そう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 、ごめんね。こんちゃこんちゃ。あとね、今俺初めてディスコード、まあ初めてじゃねえか、なん今までディスコードでやったことないから。いや、ロールはやってたんすよ、もともと。最初にまあ一番最初のザカセ見て始めたけど、心が折れて、アンインストールしたんですよ。アンインストールして、で、ずっと、アラームやってたんですよ。アラームやってて。で、この間、初心者大会見て、
ちょっとサムナーズリフトに復帰しようかなと思って、復帰しました。で、今やってます。そしたら、今日、春風さんって方が一緒にやろうって言われて、誘ってくれたんで、今一緒にやってます。なんで、あいね、誰推しだった？誰推し？ハイマーリンガー。あれか。落下線に出てた人の推しってことかな？いや、俺は河川さんとかしか見たことなかったかな。チャンピオンの推しってことですかね、アイネさん。俺はハイマーが好きなんですけど、まあハイマーはあんまり喜ぶ、なんていうんですかね、サポートであんまり喜ばない。高木くんが良かった。ああ、高木少年兵ですかね。あんま高木さんのこと知らなかったんですけど、うまかったっすね、あのケイトリン。あれうめえ。待ってね、これあれっすね、そのミュートしないと全部俺がリスナーさんと話してるのも全部アルカゼさんの方に行っちゃってるから。ああ、まあまあまあ、いいっすか、すいません。なんかで設定一つでミュートとか切り替えれるようにしないとな。あの一応はい、サイドボタンだったりとかにミュートとかは設定できると思います。ああ、そのやり方後で調べないとな。あのディスコードの方のミュートをにしたりとか。あ、そう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 。ケイトリン対面のケイトリンですね。で敵が波。まあさっきと比べたら全然構成としてはまともな構成になりました。ああ。これまだ俺の画面じゃ読み込み中なんですよね。ああ。あれ、あの、ブリッツかなんかに入ってます？それは。でもブリッツですよね、その画面だと。はい、はい、ですか。いや、な、波、相手波っすね。俺レル使って。あーブリッツ、そうっす、ブリッツブリッツ、あのツールっすよね。奴らを蹴散らせ。こっちが善で向こうが悪、それだけ分かっていれば十分だ。人を信じるならもっと鎧サモナーズリフト入ってると多分逆に、あの画面は出てるけどブリッツの方で読み込みができなくてみたいなことか。あ、このブリッツ入れないとあれが分かんないです、アイテムが。あ、自分プロフェッサー JG っていう方が割と好きですね。許さない、あの敵の絶対にスキルとかの、スキルじゃないや、サモナースペルとかのタイマーとか、あのクリックして次どれくらいで湧き直すかみたいな、フラッシュかあと何分みたいなとか見れ、あの使えるようなオーバーレイが出るんで。普段はどんな配信してるんですか？セブンデイズトゥーダイとかやってたんですよね。はい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 、あれが、まあ、あればっかやってて、でその次がアラームっすかね。アラームで、参加型と言いつつ、ディスコードでこうやって話しながらはやったことあんまないから。ああ、なるほど。セブントゥーで、ん？セブンデイ、セブンデイズトゥーダイっすね。そうそうそう。で、名前は聞いたことあるけど、どんなんでしたっけ？簡単に言うと、そのゾンビがいっぱいいて、なんかサバイバルゲームなんですけど、なんかゾンビ系ですよね。そうか。7日に1回そのコードって言って、その俺らがあの操作してるキャラのところに、あの、いいですよこれ、うん、あ、はい、いけー。
私に傷をつけられたらご褒美に頭をかち割ってあげる。敵にレベルになりますけど、はい、あのトレードはだいぶ変わってるんで、はい、素晴らしい。壊すなら人間よりも奇跡。ただ例外があるわ。ヘッドショット。ワードを置きに行きたいかも。はい、これも置きます。これ置きますね。この戦いを終わらせる。あ、これできるのは私だけだ。チー、あ、まあまあ、狙い通り。これリコールしてるんですよ。押しちゃいますか。押したいですね。押していい。敵どうせ変えてもあのロンソ1本とか、いや 8CS では変えないでしょう。あ、こうやってその CS 見て装備がどんぐらい、あ、金がどんぐらいあるかみたいな。そうですね。でなおかつこの2ウェーブ敵落としてるじゃないですか。はい、その分の経験値差が出るんですよね。はい、ああーすいません、どっちか。いやー、いかん、これ殴っちゃうな。わあ、前衛ミニオンとキャノンミニオン、前衛ミニオンとキャノンミニオン。これでもあれっすよね、さすがに入った分向こうの方が強いですかね。マナとかの状況は向こうの方がいいですけど、ただ相手あのタワーにミニオンが当たってて、ミニオン殴んなきゃいけないんで、これあれですよね、そのヒンドレットがトップにいるからバンクは絶対来ないから、しなくていいです。もう全然押しちゃって、押せるときは押しちゃって、あぶパワーダメージ。うん、X もヒットにいる。これ前出てきたら、はい、捕まえちゃっていいですか。弱い者が戦わされ強いバーストブラッド。心を鍛えるの。あんね。まあ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 。誰にも邪魔をさせない。いいで、ここにハード。うん、でもこれなるべく帰りたくないんですよ。で6分のタイミングで、はい、フルーツが湧くんですか。4分、6分いて、黒バラ団は私を武器として育てた。そう、これが私。あ、来てる。これ金土来てるんで、はい、わかりましょうか。これリコールでもいいかも。はい、リコール。まだなの。え、こっちは一応ブーツが変えて、リコール。向こうも多分リコールしなきゃいけないんで、24だから、これがフェロマンシー。700、まあ1000ゴールドないはず。敵を倒しました。変えても多分論争2本とだがまでかな。敵のケイトリンが変えるのが。え、これなんでキンドレットがボットで CS 作ってんの。多分ウェブリセットしてから。ああ、そういうことか。ノクサスは知っていた。でもビーゴがそういるから捕まえていいですか。捕まえれば勝てますけど、ちょっと、あ、ちょっとあれか、
あ、でもビーゴが回っか。うん、ビーゴ来てるから。こっち引いて、こっちした方がいいっすかね。いけいけ。敵を倒しました。ナイス。あー、ミスった。まあ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 。これ行った方がいいんだ。俺が突っ込む。俺がギリギリまでタワーダメージを食らって逃げる。これはドラスタ、はい。あー、タワーダイブか。今のが。待って、なんで俺、これ、あれあんだ。いつも時計が。これまだ多分、そうか。ルーンいじれないんですよ、まだレベルが低いから。5か4。始まる前、帰れなかった。帰れるんですか、今。なんか。あの、おすすめルーンが、クイックの。あ、まずキャラ選択のところでルーンが必要。それで変えないと、一生、なんでいつも時計があんのかなと思ってたけど。そういうことか。だからレベル、ある程度しないとできないのかなと思って。おいや、なんか、前、やった時なんかそんな感じだったような気が。やべ、これ、ジャングルの位置が、全然わかんねえ。陰影ミニオンとカノンミニオン、そうっすね。あれ、あかんねえ。骨は折れるし人は嘘をつく。いや、もうファーストストライクのケイトリンで、こっちフリートフットワークなんで。ああ、これあれ来てますね。はい、まだワードが全然ないです。いや、これ誘ってく、いや、多分しばらくいると思うんですよ。そういうのをモクイック多分ないと思うんで、普通にレーン走ってくるベイトとか、そういうのは。3人普通にいるわ。ディエゴがトップ側だから、インドレッドはどっか行った。もっと鎧がいるわね。キリンスフリー。敵を倒しました。ナイス。ワード刺します。はい。具合でも悪い？あ、今の X のパパ行ってもよかった。追いかける。これで一回でコールします。はい、まあ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 、順調。ボットは順調。あ、全部勝ってるな。バラ団が私にしたミッドはイーブンゲームみたいな感じですね。うん、アフターショックと典型。ああ、典型のあれか。典型のパーフェクトタイミングですね。ああ、そうか。ランページ。だからブリッツに頼りすぎてて、ルーンとかもアイテムとかもそういうのがよくわかんない。アラムだとこういろんなチャンピオンが来るから、毎回同じチャンピオン使わないから、あんまりルーンとかビルドにあんまあれがなかったっす。
あ、ただ向こうが AP が多いなら、まあ、MR 進もうかとかそんぐらいの感覚しかなかったから。あ、ついた。あーギリギリ飛んなかったけど、ビエクが行ってるから多分ビエクが倒します、はい、で、これこれ行っちゃった方がいい。あ、いやミニオン来てないですよね。ダメです、ミニオン来てから。これはなんか暴きそうだな、ジャングルの。私を傷つけたやつはみんな死ぬ。で死んだ。あー、時計押せた。許したけど。いや、時計押しと、なぜか持ってる時計を押せたな。そうですね。いやー、フラッシュで寄ってヒールしたけど足んなかったかな。あ、俺まだフラッシュも持ってないんだ。ゴーストなんだ。あ、なるほど。ゴーストっすね。いや、今俺フラッシュとヒール入っちゃったんで、ちょっともったいなかった。絶対に。はい、ビエクも上手だな。黒バラ団は友から魔力を奪い、まあ、一応全員ランク外とかだから、まあそんなやり方絶対に許さない。味方がタワーを破壊しました。ランページで、ミッドもこれで終えるわ。味方がタワーを破壊しました。黒バラが私を武器として育てた。裏から入ったら捕まえられんかな。あ、これいけるわ。いけそうですね。俺らが行く行った方がいいけど、アジールが行っちゃってるか。行っちゃったんですよね。まあ降参入りました。イージー、よし、よかった、勝った。多分、あれできると思うんですよね。ルーンの辺。あ、やべ、俺ずっとデスクトップ音声オフにしてやってた。ちょっとなんか、はい、いいっすよ。今直してもらって。なんか ロールがバグってるんで、一回ロールを再起動します。なんか試合終わった後、なんかバグるときありますよね。ありますね。今のうちに。詳細設定。ちなみに自分今3D のモデル、はい、アバターが自分の配信あると思うんですけど、はい、3D のアバター今日からなんですよ実は。ああ、導入したんですか。今日から導入しました。昨日思い立って今日実装しました。それってどうやって入れたんですか ?3D ですか。結構簡単です。簡単なんですか。あ、ただまあ 3D アバター、そのモデルを作るのがちょっと大変、はい、あ、
まあ自分のはもうサンプルみたいなのをけあの寄せ集めみたいな感じで作っちゃってるんですけど。自分で作ったんですか。俺そうですね。そんなのないから言い方がわかんないです。割と簡単に。割と簡単。はい。やっぱ動いた方がいいもんな。そうですね。まあウェブカメラがどうしても必要になる。ああ。その連動、自分の動きと連動させるみたいな感じですか。そうですね。カメラでその顔のあの口とかの動きを。割と瞳のそのどっち見てるか視線とかも追ってくれるんで、あ調整しようとしてあのデュアルディスプレイとかだと横見た瞬間こいつ横見てんなっていうのがすぐ分かるんですよ。はい、ジャグを練習って、はい、自分は本来、はい、だけど今ちょっと ADC になっちゃってますけど、あいいっすよ、今その俺に合わせてあれしなくても全然。 あれそういえばルーンって、あそうだ、一回キャンセルして、はい、ルーンプロフィールじゃなくてとか、いや、あ、そうですね。今、あ、そこからじゃなくて、一回、そのグループの方の画面戻ります。はい、で、ラカンとかレルのところをクリックしてもらって、はい、で、そこの、はい、右側、確認の右側。はい、あ、これか。あの、そこの下に、そう、はい、それですね。その左のやつ。で、おすすめルーンがあるんですよ。で、それ以外にも変更の仕方っていうと、まあ一回 OK してもらって、その、今おすすめのやつの一個右のペンのマークがあったと思うんですよね。はい、これですかね。それです。それでも変更、自分でそこで調整もできるし、OK です。ああ、まあでも調整ができないのか。まだ、はい、鍵がかかってます。まあ、であれば、そのおすすめルーンの中から選ぶように。はい、まあ、おすすめルーン、そんな外れはないはずなので、基本大丈夫です、おすすめルーンで。あ、ごめんなさい。ちょっと一回いいですか。はい、あ、いいっすよ。レーンをちょっと、あ、はい。違うのに変えたいので。はい。ごめん。ああ、すいません。とりあえず、クイックがあのフラッシュと、普通の、まあ、ゴーストとかヒールの、はい、サマナースペルの位置が変わるんで、はい、そこだけちょっと毎回確認した方がいいかもしれないですね。ですか。位置が変わる。そう、ああ。これを変えたことによってってこと。おすすめルーンで変更するたびに変わっちゃうんですよ。はい、これでちょっと一応、ここ見といた方がいいって。そうですね。まあ、でもまだ選べるような運がないから。ゴーストとエルシかな。よいしょ。ミッドで使えるチャンピオンがあんまりいないな。オビーサス。いいです。あとなんかこの
定とかでいじった方がいいとかあります？設定でいじった方がいいもの、まあでもスキルの出し方がすべてクイックキャストになってる。まあそれははい、これはやってのでましか、これですね、はい、これはやって。あとはあとチャットもあれにしました。基本プレイヤー移動攻撃のクリックとか、プレイヤー移動攻撃のクリック、プレイヤー動作ですね、プレイヤーです、でかゲーム内ホットキーの、そうですね、プレイヤー動作の、ああ一応シフトプラス右クリックか、シフトプラス右クリックになってますね多分。ああこれあれっすよね、そのなんだムーブなんとか、そうです、ムーブアタック。あ俺それがほんとよくわかんなくて、まあこれまあシフトをしながらっていうのだけは覚えてるんですよね、これ。はいはい、シフトをしながらクリックするとその範囲内に入ったら、マウスのこれはわかるんです、一番近いやつに攻撃してくれるように、マウスのカーソルに一番近いのに攻撃してくれるようにしないと、はい、あれなんで。どこだっけかな、ゲーム内の中のゲームの中でゲームのタブがあるじゃないですか、ホットキーより、3つ4つ4つぐらい下に、はい、一番下の方に、カーソル付近のターゲット優先攻撃、あーこれか、これもチェック入れとくことであれだと、でオートアタックは逆にオフにしといた方がいいと思うんですよね。オートアタックはオフ、はい、はい、あの結局ムーブアタックを常にしてるような状態になっちゃってるんで、あカメラの、あカメラはもうなんか自分はセミロックにしてますけど、これはなんかこれっすか、これっすか、カメラロックモードっすか。そうです、それは自分はセミロックにしてますけど、これってあの画面固定じゃない人の場合って自分とかだとスペースキーに、自分のキャラクターを真ん中に戻すような設定してるんですよ。そうですね、なんかこれだからもうなんかなカメラを切り替えるキーをスペースにしたんですよ、はいはい、でそれで慣れちゃったから、押してる間だけ自分あれして真ん中にロックにしてて、そうでそのしてる時に、はい、セミロックだと中心固定じゃなくてそこからさらに画面あの自分のキャラが画面内にいる状態で右上にこう限界まで行けたりとかするんですよ。スペースをしてもう範囲内に画面内には入ってるけどそこからまた動かせるって。そうだそうです。行き過ぎずみたいな感じで動かせるんですね、カメラを。一回やってみるか。ちょっと試してみますね。どういう動きかちょっと分かんないけど。スペースを押したらあの自分のキャラど真ん中固定になっちゃうじゃないですか。はい。自分のキャラが左下とか右下とかに、まあ、右上とか左上とかにして、でもキャラの動きに追従して、その画面動いてくれたりとか。これもうマッチング しちゃっていいですか？あ、大丈夫です。はい、ちなみに羅漢はミッドのジャンプではなかったりしますね。あ、すいません。そう。なんで、基本的にはこのレーンのところに配属されちゃうんで、あそうレーンが被らないようになってるんで、基本的にそのレーンに対応したチャンプを選んだ方がいい、じゃないとさっきのあのイブリンミッドみたいななる、えらいことになるのか、そうものが生まれてしまうと。相手がなんかこれ2位ニコサポのアニビアが AD、APC、敵 AP 濃くてカジックスが AD なんで、まあちょっと、どうしようかなっていう感じですね。小娘だからって甘く見ないことね。あ、デリだ。私はアカデミーを生き抜いたけど、教師たちは。あ、そダメだったね。
サモナーズリフトへようこそ。ミニオン出撃まであと30秒。強く壊れないように。今回はそうか、春風さんがミニオン、対面ビクター、なんかアニビアがトップにいる。あれ？ミニオンが出撃しました。トップに。武器として育てた。これレポールしないと間に合わないけど、何なんでだろう。多分折り合いになったかな。ああ、多分これポット一人。多忙した時にキャラクターの並び順で上からトップジャングル、ミッド、はい、AD、サポっていう風に並んでるんですよ、これ。はい。できるのは私だけだ。なんで多分やべえ、 CS めっちゃ落としてる。信頼はお金じゃ買えない。あ、夫がいねえ。サポートがいないのか。あ、サポートしかいないんだ、これかわいそう。調子に乗るんじゃない。ディフェンジするしかないよな。うん、鎧がこのミッドのビクター、あとの槍があるな。普通にやってる人かも。あ、いた。急いでな。遊びじゃないんだ。行くよ。確かに。戦うのが亡くなった人たち。カメラが変わったな。ただこれに慣れないとな。逆に変えた後だと。そうっすね。ちょっと。慣れるまであれっすね。なんかやべえミスしそう。危ない。ブラッド。ダメダメ。私を邪魔した奴ら、みんな怪我して死んだわ。ぜひ聞くよ。それ。入る。味方が倒されました。ああ、遅い。時間ないの。分子。いや、これマントからジェックスボットいってます。はい、壊れるまで。あらないんだよな、俺が。誰にも邪魔をさせない。絶対に。充電しなきゃ。モクサス人なんて
自分たちが考えるような英雄じゃない。燃えて、うっ、うっ、任せて。おっしゃっていいよ。出て出て、やり返してみな。いや、ボットレーンいねえ、ずっと。あ、来た来た。このレ、嫌になってやめちゃったかなと思って。一瞬。画面がやべえ。あれ、後ろから来てる。あったらいい。ヘイトロックス、ボットーズ。やべえ、これあれだ。今、ミニオン、あ、来るな、これ。これ取っちゃっていいんじゃない？プロバラ団が私にしたロクサスは知ってる。多分来るぞ。いやー、足りないか、やっぱ。味方が倒されました。これやれない？これが、あー、帰っちゃったか、多分。うん、帰っちゃった。敵を倒しました。相手うまいっすか？ああ。私に傷をつけられたら、ご褒美に頭をかち割ってあげる。ミッド苦手っていうのもあるけど。後ろに置いた方がいいか。許さない。絶対に。あー、カメラ。いいな。人を信じるなら、もっと鎧がいるわね。出て。よし、イグレランクもやるのか。ランクもやるかも。俺がやった方がいい、これ。やべえ、ごめん。こっちか。人数が足りないよ。敵を倒しました。ナイス。あー、なんかいたなぁ。カジックスいますか。いずれランクもやりたいっすね。持ってますわ。いやさ。これがフェロマンシー。鋼を操る術。今はとりあえず。モチベが高い。俺に対して今までこのアラムも面白かったけど、やっぱね、目標がないんですよね、アラムは。だからちょっとね、サムナーズリフトに行って、その触ったことないチャンプとかも、いやー、まずい、これまずい。カジックスいたな。ダメ。いや、そこまでは、そこまでは言ってないけど、上げな、上がれないと思うし、上がろう。いいよ、下がっていい。ミッド結構ボロボロです。おいっす。いや、これ、カジックスがめっちゃ介入してきてるっしょ。そうですね。入ってるんで。で、アムは一切、ただひたすらファームしてるだけなので、プラチナ当たりが現実的か。プラチナも多分いけないと思う。この30レベルでランクいって、この振り分け戦終わってアイアン2になって、何戦したかな、運よく何回か勝ってブロンズ3ぐらいまでいったんかな。ブロンズ3でもう逃げ出したんですから、まあとりあえずシルバー目指していきたいなとは。アラムであんだけアラムやったから、少しは上達し、まあプレイヤースキルは上達しないかもしれんけど、知識は増えたはず。ごめん、そうだな、キャノンと前衛ミニオンだ。ごめんごめん、ゼリが怒ってるように見えるな。あ、これあれ、ちゃんと置くわ。よいしょ。強いものが生き残る。ダブルキル。
ちょっと置いてくるね。今のうち。あ、こういるわ。じゃあ危ない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 危ねえって。出てるぞこれ。あ、ここ今行ったな。絶対に。アムニュがモットリバーいるけれどもカジクスに勝てないんですよね。いや俺ちょっと見てってますよ。やばいやばいやばい、これビクターも行っちゃってるんで。あーこれまずい。あーちっこい。あいつ敵を倒しました。勝ちできれば。誰にも邪魔を。ああすいません。まあ、手取っちゃったな。オッケーオッケー。とりあえずやりますか。ああこれカジックス行っちゃったから来るな。どうします？続きます？まあ、いやこれ多分取られるな。アムム来てほしいな。いやこれちょっと止めようか。いや、いや行ったがいいですか。思うけどね、俺が見とったがいいですか。もらってナイス。一回帰りまーす。鎧が守ってくれる。今年も終わりか。早いな。あ、はるかじさんすいません。ちょっとこれ終わったらちょっとお風呂入りたいんで。了解です。とこれで終わりでいいですかね。すいません。さすがに年を超える前に体をきれいにしておきたいなっていう。今年の汚れは、はい、今年のうちに今年とかのと、はい、ダメ。ゼリが、あ、これ無理だな。味方が倒されました。俺そっち行きますか。体力ないか。いやいや、いかん、仕掛けの方がいいっすね。やべ。戦うのは亡くなった人たちのため。ただ、単に戦いたいだけの時はちょっと、カジックスもいるし。いや、でもこれ、イラオイがめっちゃ勝ってるから。イラオイが降りてきてから勝負か。無理せず。味方がぶっちゃけあれなんですよね。ボットも2対1だったけど、ニーコうまいから、こいつ結構、頑張った。あ、でも、チーズ全然取れてるな。いや、ビクターがなかなか、ビクターめっちゃ強い。ちょっと結構きついっすね。ナイス。うまーい。ベリー。敵を倒しました。手応えのない。味方がタワーを破壊しました。ああ、壊したのか。これ、モッド、ミッドとモッド変わった方がいいっすか？まあ。壊すなら人間よりも変わるのは変わるけど、多分。なんか、ヘラルド取ってそうだな。ビクターが今。ああ、いる。あ。このシジルには思い出がある。解除されちゃった。最悪のね。あんま、あれか。出て。ワードでもか。あれ変身できるんですか。そうなんですよ。いけー。浮いちゃった。やばい。危ねえ。いけて。あ、ここいる。そうっすね。
アムム来てるけど、多分あんま行けないっすね。見てんだよな、いつか。敵のキリングスクリーン。いやー、いけー。ナイス。ちょっとマナが、ね、ないわ、これ。ごめんな、マナがね。こっちいるよな、多分。そうだよな。やれねえな。ちょっとピンだけよかったら絶対いると思ったもんな、そのブッシュ。そうですね。敵のキリングスプリン。マイバットがちょっとマイバットだな、これちょっと止めればよかった。普通にもやっぱ下がるべきだ。それとも血？ほら。私はアカデミーを生き抜いたけど、教師たちはダメだったわね。これね、いそうな気がする。あ、だっけあんま行くなよ。ねじ曲げてやる、壊れるまで。これあれ見るわ、ヘラルドとか。ヘラルドオッケーで、とドラが30秒そうですね。あ、こっち側バイトなんだ。はい、こいつめちゃめちゃ痛い。死んだわ、やべ。敵のランページ。あ、これ狙えないな。スキル間違えました。敵を倒しました。ヘラルでやってくるからもうしょうがない。一応見に、いや行かんほうがいいな、これ。いや行かないほうがいい、危ないし。完全に捨てて、ドラは。あーごめん、ミスった。ごめんな、これまずいかも。ビクターは結構育ってるから行って。そうだね。あー行ってー。あー、やっぱいたか。前場。あなたのチャンピオンが倒されました。ちょっとこれあれだな、ミッドはもう、あ、うまいこと仕掛けないで、うまいことかわすしかねえな。こいつがいないときに戦わないと。ちょっとカジックスと助けなきゃ。ビクターが強すぎるな。味方のタワーが破壊されます。あぜ。ちょっとこれ。敵のアンストッパーです。敵のダブルキル。いやー。私に傷をつけられたら、ご褒美の価値は。これまずいです。いてー。あ、こっちから来てる。この戦いを終わらせる。できるのは私だけだから。でけえな。ジャングルの差が結構でかいかも。ああ。出るな。これトップ側のジャングルもう入れねえな。いや、ボットジャングルにあれがいるんですね。ああ、そうそうそう。そっち間に合うかな。アムムがいるけど、もう関係なく。あー、これ確かに入ってきて、見えてもアムムはファームしちゃうんで、ちょっときついかもしれない。無理だな。味方のタワーが破壊されました。アムムさん。カジックスに殴られながらラプター買ってる。敵のレジェンダリー。いやー、あー、そうだねー、ちょっと。あー、きついな。敵のダブルキル。まあまあまあ、もうちょいやるか。ダブルキル。シャットダウン。
ミラオイが強いけど、構えれんすよね、このビクターが。ビクターとエイトロックス。うん。この味。でも今だいぶでかいシャットダウンを拾ったので、はい、時計はそのまま。できるのは私だけだから。いや、時計いったんじゃないか。いや、これなんか怖えな。正直敵 ADC いない状態でこれなんで、ルエンとアニビアいない状態で結構こんなきつい状態ついてるんで、許さない、絶対に、みんなのために。あれ、これ W って壁抜けれないですかね。薄い壁しか抜けれないのか。抜けれたかな。今抜けれんかった。黒バラガンが私にしたこと。黒バラ入ります。かっこいいわ。まず。怖くねえ。ここ多分いるぞ。ああ、ごめん。見てーこれ。これ以上は無理かな。ああ、ごめん。申し訳ねえ。見てーこれ。敵のダブルキル。そうだよな。味方が倒されました。申し訳ないです。まあ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 。ゼリー、一緒に育てたゼリーが破壊されました。めっちゃやられてるな。ちょっと。アジックスが止められんすね。そうですね。ゼリー狙ってるから。俺もあんまり、あれか、餌に追いつかない方がいいか。ゼリーをあれしないといかんすね。これはちょっと。これ多分、こっちに多分いると思うんだよな。これキャッチできないんで、どうせ。これは死んだみんなの分。あ、これ。あれやってるの。ドラが湧いてるけど、ドラどころじゃないんですよね。バロンにね。ジャングラーがまず死んでて、今。こっちの。鎧が守ってくれる。あとは槍があればいい。ここは取れるじゃん。これミッド戻ってくれます、ね、はい、戻ります。ノクサスをねじ曲げて壊れるまで。やべ、落ちた。すいません、落ちました。申し訳ねえ。ちょっと今復帰してます。カジックスか。あー、落ちたってそういう。そうっす、落ちたか。なんか敵連こんなになるんですよ。あれ、これよくね。あー、ごめん。これがウルトくらっちゃってたから。しゃきねー。しゃがないか。はい、下がる。ビクターのウルトが。あー、痛いっすね、めっちゃ。私に傷をつけられたらご褒美に頭をかけカメラ前に戻そう。味方が倒されました。
きついぜこれ。いやーきついと思う、うん、ビクターに殺されるのは。味方が倒されました。私を邪魔した奴らはみんな怪我した死んだ。いやー無理だーこれ。まーいなー。敵のトリプルキル、シャットダウン。あるか。まあいけるか。あーまあ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 。ディフィート。ベクターとカジックスが育ちすぎたっていうところですね。ミッドジャグ育つと止まんないですからね。あでもさすがにアンジャングルはもうおかしいな。あんなされたらちょっときついな。多分アムムもそんなに上手じゃなかったけど、でも相手が上手かったっすよ。おっしゃフラッシュレポートゲット。おそらくサブアカなんじゃないかな。自分と同じような分かったな、うん、ちょっと一回出直してまいります。はい、はい、ありがとうございました今日。ではまた。はい、ありがとうございました。すいません、お疲れ様です。はい、お疲れ様です。はい、あれだな、ちょっとディスコードの設定を変えないとな。ちょっとディスコード切り替えんとね、会話がダダ漏れというか。さすがにな、俺がね、リスナーさんと喋ってるのも全部あれしてるとなんか悪いから、これディスコードの設定も変えようかな。とりあえずお風呂入ってきますんで、まあ、何もすることなかったらやるかもな。じゃあ、一回終わります。ありがとうございました。今日は、アイネさんが初めてかも。ありがとうございます。アルカゼさんが初めて、まあ、一緒にやってくれたね。アルカゼさん、経験者ってこと。いろいろ教えてもらってありがとうございました。ちょっとね、今、モチベがあるんで、タモリフ頑張って、まあ、とりあえずレベル30までいこうかな。まあ、日頃、サポートのキャラは結構、アラームでもやってるから、トップとか、ミッドのキャラもできたらいいなと思います。じゃあ、一回終わります。ありがとうございました。お疲れ様でした。今年、まあ、一応言っとくか。今年1年ありがとうございました。皆様いいお年を。いい音し、よくわからん。ではでは、また来年。